こんにちは船長。ご覧のようにベックスはこの区画にある湖のレディオラリアを排水しました。コンダクターの指示だと思われるが、その理由は不明だ。 99.9% の確率でその理由は悪意によるものです。調査してください。ハウスオブダスクのアサリアを排除しろ、ガディオン。それから船長、ポールにも気をつけて。あいつらも悪意で動いてるだろうか。ポールの情報を入手していただければバリアを解除してみせます。ここにいるフォールは自らのために残響を探していると考えるのが妥当だな。ベックスはシミュレーションをしなくても相当まずいってことはわかる。奴らが残響を手にすればコンダクター同様悲惨な事態を招くだろう。奴らの妨害を長引かせてはならない。
接近している。持ちこたえろ。解散するはずよ。この洞窟はベックスの時間操作が引き起こした訴求的なレディオラリアの流れによって形成されました。それが今全て流出したってなると心配。どこに向かって流れてんの？キャプテンを叩き潰して巨大ベックスを解放しろ。奴らにベックステクノロジーを奪われてはならない。
ろ、ガーディアン。先がどこであれ、そこにコンダクターの情報があるはずだ。ネッススのさらに奥に入り込まなければ。ヘルセーフ、あのハイドラが持っていたデータからネッススのさらに奥に踏み込むために必要な認証コードを抽出できるはずです。ヘルムに持ち帰って、そしたら作業に取り掛かれるから。聞こえたな、ガーディアン。